ヘディング江頭、もう一度ヘディング宮市、ここで藤沼に渡る、さあゴール前谷口海斗決まった、同点、後半の32分、これでクラブ史上最多得点となりました。13ゴール目です。やはり起用がピシャリと当たりました、谷口海斗。今のシーン、宮市の粘りから藤沼裏へ、谷口海斗ふわりと浮かせて同点ゴールです。これで2014年土井亮太の12ゴールを抜いて、クラブ史上最多得点者となりました谷口海斗。